三河武士は徳川家康に仕えて江戸幕府成立に貢献した三河国出身の不大の家臣の総称。三河衆とも言う。酒井忠次や本田忠勝ら、家康の主な家臣は三河武士で構成されていた。一般的に盛況で家康への忠誠心が強いとされ、鳥居元忠らがその典型とされる。大久保忠敬著、三河物語に三河のもの。 三河州とある。また、流栄機関にも三河州とある。同じ三河国内でも東三河のように、徳川家康の影響力が及ばなかった時代には、東三河州と記述されている。三河武士は、徳川家が本拠地を置いていた西三河の安城城、岡崎城の周辺に多い。また使えた時期によって、安城府大、岡崎府大、駿河以降の府大と区別する。 不代家臣の区別は、流英秘関に詳細が記載してある。三河出身の審判、不代大,大名は279藩のうち123藩にあり、直参旗本では840矢のうち295矢を数える。幕末に編纂された徳川三木において、三方ヶ原の合戦で、馬場信ブハルが武田信玄に三河武者と言ったと記載される。また同じ徳川三木に、 小牧、長久手の戦いにおいては、三河士という用語が用いられている。幕末期に、三河武者、三河士という用語を使い出したようで、戦国時代の風潮が残る江戸時代初頭は、三河物語にあるように、三河州という古称が使われたと思われる。徳川家康の生誕地である、岡崎氏が三河士発祥の地としており、三河士の起源を題とした三河士の資料を、 公開している、三河節の館、家康館がある。ありがとうございます。